こんにちは、えー。この講座、池落オ起業家マル秘講座、セルフブランディングを考えようとすごいタイトルつけちゃっておりますけれども、でもね、やることっていうのは、あなた自身がしっかりと 自分はどんな人を対象にして何を売っていく専門家なのか、そのためにふさわしい装いはどういった装いなのか、どういった話し方が必要なのか、そうしたところをしっかりと考えていく講座となっております。今のままですぐ売れるかって言ったら、やっぱりそんなことはないんですね。あなたが売りたいと思うのであれば、 お客様を集客したいと思うのであれば、まずあなた自身の見せ方を変えてください。それでは講座でお会いしましょう。